正直言って私の中にはですね、仁義なき戦い、それからトラック野郎というイメージがあったもんですから、文太さんというのはそういうイメージでずっと見てたもんですからね、あの非常にこうなんていうか真面目に日本の在り方を憂う発言を聞いた時にはもう別人かと思いましたね、最初ね。だけどだんだん話してるうちに本当にこの人はあの自分の生き方としてそういう日本の在り方について真剣に考えておられて、でまあ命の党というのを自分で考えられて、そのできるだけ多くの、これはあのだから菅原さんもおっしゃってましたけども、何もその政治的なパーティーではないと、パーティーいわゆる政党というのの党ではなくて、命を守る、命を大切にするような集まりを命の党ということで、いろんな人にまあできるだけ賛同してもらって、何らかのこの活動ができればいいなということで、あの僕も一緒にやるんだというふうに言われます。それぐらいですから、やはりあの皆さん方が一般的にお持ちになっている菅原文太さんのイメージと、菅原文太さんがこのずっとおやりになっていた、例えば、農業も有機農法の農業を自分で実践しておやりになって、山梨県でおやりになっています。それからやっぱりこれは今日発表された奥さんのコメントの中にもありましたけれども、やっぱり戦争を絶対してはいけないという、そういう思い、その種をあの撒いていったと、有機農業ということと、それから反戦、戦争をしないということですね。この2つの種を残して、文太さんは行きましたということを奥さんがコメントで述べておられるというふうに聞きましたので、やっぱりそういう誠実な思いがね、やっぱりあったんだろうなと。まあ、それにしてはあんまり僕らはあんまり協力して文太さんの力になってあげられなかったかなと思うので、そこはちょっと残念ですけども、しかしあの会って話を何度もしたし、電話も何度もしましたけど、すごくいい人でしたね。とってもあの優しい、心の上の優しい、あのとてもああいう映画なんかで見る感じとは違う、非常に人間臭い、人間的な優しさをこう持った人で、で不条理なことについてはやっぱりはっきりとあの怒りを持って、それはノーだと、違うということをはっきり言える人でもあるんです。そういう意味ではあのこれからね、日本も大事な時なので、そういう発言をするまあ長老といったら失礼になるかもしれませんけど、長老級の人がですね、一人また欠けたということが僕にとっては非常に残念です。僕は少なくとも文太さんの志は少しは受け継いでいかなきゃいけないなと自分自身には思っています。以上で終わりです、はい。